本当に人の入ってこないエリアです。多分誰も入ってこないだろう、このところ。なんかいいポイントがあったらいいな。あの辺だと少し明るいかな、あっちの方だとね。こんなエリアがあったんだよ、全然知らなかったよ、全然知らなかった。入れないもんだと思ってたから。欲を言えばもう少しグリーンが欲しいとこですな。本当に鬱蒼としてるから、日が当たらないもんだからグリーンがないんですよ。ほんと、あ、そこの上にでっかい巣がある。何の巣だろう。カラスにしてはでかいんじゃないか。オタカだったりしてな。あ、あれ絶対巣だよ。チャリの少し前の上、鳥の巣。すごいよここ。邪魔が入らずにゆっくりできるかな。取れてる？電波取ってる？あ、スタンバイして電波見てみようかな。ここ電波干渉あるかどうか。あ、その真上だよ、この真上。首が痛いからね、上向けないんだけど。これは何の木？これ何の木だろう。ここになんとなくガサッとしたのがあるよ。なんとなくね、違うかな。至るところがあるよな。スプレーしたからブンブンブンが寄ってこなくなったね。虫除け必須。ここで少しのんびりするかな。今何時だい？5時半。あ、5時半じゃない、3時半、4時半。1時間半ぐらい、1時間か、1時間ぐらいまったりしましょうか。まったりもったりめったりもったりね。ね、で寝て。いや、虫避けないとダメだ。うるさい。何も変わってないよな。あ、これが違うからバランス取らなきゃダメだ。こっち向きますか。はい、こっち向いて、あっち。
ち向いて、こっち向いて、そっち向いて、ゆっくりせーの、高すぎる。これくらい、ゴン、ゴン。うっとっとっと。あれ？なんでこうなった？なんでこうなった？せっかくだからつけとくか。せっかくだからよ。こら、こら。せっかくだからこれつけといてやるか。ね、こうしよう。こうでしょ。なんでこんな話した。大体出ちゃう。大体出ちゃう。大丈夫だ。ここはそんなに食わないんだよな。ここはもちろん。ちょっとピン。あれピン。キャリブー。キャリブーの間にこっちをスタンバイすると。まずは電波干渉を調べます。どれくらいか。ごめん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 。この辺りはどうなんでしょうかってこと。すぐに来るでしょう。来ました。電波干渉の塩梅を、ではそっちのカメラにお見せいたす。よ、よよ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 。見にくい見にくい。おい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 。電波干渉。いろいろ。Wi-Fi。チャンネルゼロ。低干渉だ。ほら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 。グリーンです。このマイク入ってます。入ってても大丈夫。これだったらかなりいい感じでね、使えると思うんだ。よ、よ、ほらフォーカス来てるよ。よ、よよよ、よよよ、あら、おっさん来たね。おっさん来ちゃったね。どこ持っていこうか。こっち持っていこうか。この辺で撮ればいいんじゃない？うん。よっ、これよーしょーしょー、まっすぐしてください。はいよ。ほら、すごくね、フォーカスが効いてくるのよ、低干渉だと。キャプチャーで見せるね。またキャプチャー忘れたりして。ほら、また下がってんの。これがイライラするな。この後でもやるか。キャプチャーオン開始。ピン。キャプチャーで見てもらうと分かるんだ。ほら、シャッター速度50分の1下がってるでしょ。さっきの何だったの、ひどいでしょ、3000とかさ。ああいうことになっちゃうのよ。F1.4。ああいう真っ赤な状態の時はね、まともに動かないね。そう思ってないとダメだね。本物よ。今すげえ綺麗だもん。では、録画スタートするね。ピコロン。録画してたと。入ってます。入ってます。よし。ほら、目、お目取られてる。ほら。これ相当暗いんだよ。今。相当に暗いところでやってます。さっきの方が明るいですよ。
それであんな年狂っちゃってるな、フォーカス全然来ないしさ、トラッキングも結構聞いてくれるとは思うね。ちょっと見えたかな。こんな状態でよ、トラッキング速度上げるね。もうちょい15ぐらい、14でいいや。じゃあこんなもんで、こんなもんで、こんなもんでやってみる。 S ポロ外れます、外れます、 S ポロ外れます。いやー綺麗だね、バッチリだね、綺麗だね。足元気をつけないと、いろんなもの落っこってるから。君は持ち歩か、持ち歩くか、また君はね、ちょっと下向き加減にしとかないとダメだ。腰、はい、足横で撮ってます。いい子です、バッチリバッチリ撮られてます。あーこれぐらい捉えてくれると気持ちいいね。見事だね、美しいね。もうどこ見てんだよ、どこ見てんだよ。ほんとほんと気持ちいいね、これだけ綺麗に撮れるとこの暗さで。あれ明るいとこを測るなんかセンサーみたいなのあるでしょ、ランルックスとか。そういうの今度持ち歩くか、いらねえか、ね、これ後ろ向いても多分切れない、切れない切れない。電波干渉がないとこの通りちゃんと動いてくれます、バッチシです。これぐらいのあれだ、ちょっと鼻かい、鼻かい、虫が入ってきたかな。これぐらいの竹だとフォーカスじゃなくてトラッキングは外れない、外れない。あ、これ以上いけない、これ以上いけない。あ、折れた枝とか片付けてるんだ、一生懸命片付けてるんだね。いやいやいや、このポイントはいいね、このポイントはいいね。誰も来ないしさ、電波干渉行くのねえし、よちょっと切れるかもしんない、切れるかもしんない、切れるかもしんない、もう切れない、切れない。起こしてきて、起こしてきて、はい、どうぞ。来た、このバッグはさすがに無理だろうな、このバッグ、バッグで隠れちゃうと無理。おかしきて、はい、はい、おじさん、おじさんの顔、おっさんの顔、おっさんの顔取られて、はい、おっさんの顔、おっさんの顔取られてください。来た来た来た、はい、来ました。座るよ、座るよ、ゆっくり座るよ、こっちだよ、椅子こっちだよ、ゆっくり座るよ。この縦の動作はね、結構外れやすい。はい、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 こっちへ持ってきて、こっちへ乗せ、こっちへ乗せ、こっちへ乗せ、下向いている、上向けて、えい、お、いい感じだね、いいね、いいね、いいね。はぁ、トラッキング解除、こっちへこっち向いて、そうすると入るから。虫よけは必須です。ここ、はい、カメラさんも入りました。グッドグッドですね。はい、グッドグッドです。さっきのは全部捨ててもいいかもな。あまりにもひどいから。あそこ、なんであんな電波悪いんだろう。
悪いポイントなんだろうね、多分。もう一回調べてみようか。まあ、キャプチャーしてるから分かるだろう。ああ、ダメだ。録画中はできないんだ。録画中はできません。だから、君をちょっと持ってきて、君を近くに持ってきて。危ない危ない。はい、ちょ。録画、ストップ。ここね。で、電波調べます。Wi-Fi。定感所になってる。ほら、ほら、グリーン、全部グリーン。こんなに違うんだよ。ねえ。何なんでしょう。このマイク、こうやってやるとあんまり音入らないだろ、あの、アナウンス。さあ、こっちのキャプチャーを止める。はい。忘れずに止める。よ、ストッピ、ピコ、止まった。で、君もストッピ、ストップレコーディング。